はるか、レファ、サトン、マイマイ、キイちゃんです。本日の企画は1時間以内にカロリー1万摂取した人が勝ちゲーム。イエーイ一人オカマが混じってるって言いたいに。そうなんだよ。これどうした、ね、彼かけです。治んないんですよ。はい、ということで本日の企画なんですけども、明日のお昼の12時から1時の間、1時間ですね、はいはい、を使って、あのみんなにたくさんカロリーを摂取してもらいたいと思います。はい、はい、いろんなお店行って食べてもいいんですよ。はい、でもそのルールがあります。移動時間は含まれます。1店舗3種類までです。3種類、はい、だからよく考えて行動しないと、あっちからあっちとかダメだからね。分かってる？移動に40分で使っちゃうタイプでしょ。大丈夫かな。頭使うタイプ。ああ、3種類になると簡単ね。でも心配じゃん、時間の計算配分ね。間違えたらお腹空いてるのにタイムがみたいな感じになっちゃうから。そういうのも用意しておくのはありやねんな。もう12時、そう、もう12時に行って用意してその場で食べるのも、うん、そう、ね、1食目はそういうこと、ね、で、その他行くんだったら食べるの。はいはいはい、理解。で、行け、1時でみんな終了でハウスに戻ってきてもらえる。はい、で、そこで結果発表をしたいと思います。はい、はい、その前にヘルポンからお知らせがあります。はい、6月16日大会山ユニットさんで幸福無料が開催されます。イエーイ、絶対満席にしたいので概要欄の方からチケットゲットして絶対に会いに来てください。お願いします。お願いします。それではやっていきましょう。ポンポン。はい、こんにちは、はるかです。はるかなんですけど、あの今あの帰ってきたらなんと12時15分ってことで、あの15分遅れ、あ、16分になった、16分遅れでスタートしたいと思います。はるかはあのマックに行ったんですけど、1店舗なんか3種類までみたいな感じのルールだったじゃないですか。セットだったら3種類いけるんじゃねってことでセットを見つかってきました。まずこちらの照り焼きバーガーセットとダブルチーズバーガーセットとチキンフィレオセットです。で、ドリンクがファンタグレープとスッキリ白ぶどうのクーとスッキリ白ぶどうのクーということで食べたいと思います。いただきます。うん、うん、早く食べなきゃいけないから肉食いしよう。あのマックの CM 待ってます。バーガー美味しそうに食べれます。マックの CM 待ってます。いただきます。え、ピクルスある。うん、うん、え、きつい。結構待って、まだセットも食べれてないんだけど。いいこと考えた。セットをなかったことにすればいいよ。チキンセリオンのセットをここに入れた。今日もしかしたら撮影でお腹空くかもしれないじゃん、この後。だからこれ持ってく。でもメンバーには全部食べたっていう。うん、完食。はい、まだ11時なんですけど買い出しから始めていきたいと思います。まず1個目の商品はこちら、ブルーシート買っていきたいと思います。イエイ。ファミマです。ファミマではコーラとそぼろ弁当とシュークリームを買いたいと思います。はい、公園に来ました。あの動画撮るの忘れててんけど、ケンタッキー行ってペッパーマヨツイスターとチキンフレサンドと骨ありチキン、オリジナルチキンが買いました。で、進めていきたいと思います。いただきます。じゃあケンタッキーから潰していきたいと思います。うん、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 次のターンに飲みながらいきたいと思います。はい、ガストに来ました。もう早速決めてたので、これをこれで566かな、それで全部合わせたら3000何ぼカロリーになるんですけど、ただいまの時刻がですね12時42分。もうそんなに時間がないんですよ。スピード勝負です。待っていきたいと思います。はい、来ました。いただきます。うん、間に合いました。残り1分を残して全部食べれたので、今からハウスに帰って優勝したいと思います。はい、今私がどこにいるかというと、スターバックスに来ております。なんかスタバのさ、フラペチーノとかってさ1杯えぐいって言うじゃん、カロリーだから。スタバで3品までってなったらえげつない量いくんじゃないかと思って、私ちゃんと店員さんに聞きました。何が一番カロリー高いんですかって。そしたらエスプレッソアフォガードっていうやつが一番高いって言ってたので、それをですね、なんと3杯頼みました。普通にやばい、普通にやばい。あの、甘くて死んじゃうかもしれないんだけど、飲んでいきたいと思います。いただきます。
1杯目飲んだし、2杯目ちょっと飲みます。で3杯目はさすがにちょっと私このままだと死んでしまうので、しょっぱいものでカロリー高いものを挟んでから、こっちをテイクアウトにして歩きながら飲もうと思います。2杯目開演しました。韓国のお店見つけたので、今チーズハットクとキンパを頼みました。どれが一番カロリー高いですかって聞いたら、スパムが入ってるキンパが一番高いよとのことだったので、今頼んで待ってます。ということで今来ました、チーズハットクとキンパ、いただきます。めっちゃ美味しい、やばい、行くかい。はい、ということでただいま時間を迎えました。もう普通にお腹やばい、キンパは約半分ぐらい食べましたね。あと残り5個の状態でもうギブ、本当に無理だったんで、チーズハットクは食べ終わりました。でスタバも、まあ、2杯半ぐらいかな、上の方がでかいから半ってことにしといて、これ判断難しいけど、2杯半飲んだところで1時間迎えちゃったので、今からハウスに向かいたいと思います。はい、ということで騒がしいのですが、Tさんはフードコートに行きました。ちょっと見てほしい、はい、こちらはですね、ランランパックといって、銀だこの24個入りを1人で食べます。実はタコ苦手です。いただきます。はい、ということでたこ焼き全部食べました。さっさかさっさかね、もう目星はつけてるので行きたいと思います。はい、見てください、やばいです。今並んでるんですけど、もうあと残り30分しかなくなってた。並んでる時間で結構取られるフードコートの悪いところを見つけてしまいました。はい、ということで T さん帰ってきました。なんと残り時間23分です。終わった。そして私が買ってきたのはじゃん、31、しかもじゃん、でかいです。私の顔よりは小さいです。私の顔がでかいだけでしょうか。やば、冷たい。暑いから冷たいでお腹やられそう。みんなの冷たい目線と冷たいアイスが私を攻撃してくるわ。辛い。ペラッと一口。うまい。完食。うん。はい、ということで。ちょっと人の邪魔になってしまうので違う場所に移動しました。そしてですね、なんと普通にトイレしてたんですね。それやっぱお昼時ですよ、次はトイレも混みますわ。で気づいたら1分30秒ぐらいしかありません。あ、どうしよう、人が多い、人が多い。ということで私はこれにて終了でございます。はい、ということでね、1時間食べたいと思うんですけど、韓国料理ってチーズとかいっぱいあるじゃないですか。カロリーめっちゃ高いと思うんですよ。だから私はちょっと韓国料理系をちょっと狙いたいと思います。はい、ということでお店に着きました。チーズトッポギを頼みたいと思います。食べ食べだよ、それも飲み干さないと。飲み終わりました。ごちそうさまでした。はい、10円パンゲットしました。いただきます。うん、うん、うん、食べ歩きや。でもやっぱお腹のキャパが。はい、ということで食べ終わりました。はい、ちょっとあんまりにもねお腹いっぱいすぎるので恥ずかしいんですが、動いて胃をね開けたいと思います。トゥ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 、はいはい、みんなこっち見てないか、大丈夫か、ちょっと気まずい、フリ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 、なんかやばい、めっちゃ見られてる、やばい、気まずい、どうしよう、走って逃げたい。はい、ということでカフェに行こうと思ったんですけど、カフェがめちゃめちゃ混んでて、ってことはちょっと時間がやばいなと思ったんで、中華を2つ買いました。これでカロリーをゲットしたいなと思います。いただきます。甘っ、美味しい。はい、ということでね、コンビニに行ってこの現地の鉄分、これ私が最近ハマってるやつなんですけど、これを買ったのであと多分2分ぐらいなんですよ。だから飲み干したらこのカロリーも入る、129カロリーだから、これ大事。飲み終わりました。
なのでね、これからハウスにも向かいたいと思います。はい、パラフック食べてきました。すごいごめん、出たマジで苦しい、マジでやばい、マジでスカートからはみ出てるお腹やばいよねということでですね、食べてきたと思われます。いちさん、みんなたくさん、ちょっと結果発表、じゃあ誰からいきます。じゃあ私からね。私は今回スタバに行ってまいりました。おー、すごいじゃない。スタバ結構高いやんな。エスプレッソアフォガードフラペチーノ一つで438キロカロリー。わー、味にくない。これスタバと結構のこと。確かに、だから正直2杯半でギブして今持ってきてます。え、余った分。じゃあ3個じゃないってこと？3個だけだったから2個半。それってさ、飲みきんなきゃダメよな。いいと思うよ。飲みきんなきゃダメよ。よくない別に。カロリー計算の時はかける 2.5 にしてる、ちゃんと。おー、そう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 。あ、はい、じゃあいいと思う。そう、ツナズルしたらあかんから。うん、そうそう。ちょっと待って、一人怪しい人いるんだけど。2.5 杯分のカロリーが1095キロカロリー。おー、で、それにプラスチーズハットクが502キロカロリー。あ、え、チーズハットクすごい。あと、キンパが一つ多分400ぐらいだったの。でも半分ちょっと少ないぐらい残したから。食べてないの？じゃあ、時間なかったの。そのキンパにスパムが入ってたのね。1枚でスパムって結構カロリーあるから、それをプラスして合計1921キロカロリーでした。おー、はるか言っていい？はい、はるかはですね、マックに行って、ダブルチーズバーガーのセット1つと、テリーバーガーのセット1つと、チキンフィレオのセット1つ、はい、3つ頼みました。まあで全部食べて。本当に？本当は？え、もしここで嘘ついてたら少々に絶望されるかもしれない。あー、嘘つき女になるよ。実を言うと、はい、だよね。はるかけど1食べれるわけない。実を言うとチキンフィレオのセット1個食べれてない。でも2個セット食べた。え、すごい、すごい。それはすごい、すごいよ。チキンフィレオのセットは食べれなかった。はるか食べれた。すげー、すごい。で、合計が2212キロカロリー。わ、え、すごい。2個食べれたんや。マックってすごいね。ね、すごい。キーサーはですね、ギンナコの弾丸パックっていう24個入りのやつを食べました。すごい。それが弾丸パック1つで1980円。ボロ負けやん。やばい、やばい、ボロ負けやん。1個でもう準備終わり。すごいんだけど。次ね、31に行きました。はい、フレッシュパックのミニです。カロリー687。で、トータルが2595。すごい、すごい。私はチーズトッポギを食べました。チーズがカロリー高いから、チーズトッポギにボンボンってわけで、ブドウの。うん、ブドウの。つけたんです。ボンボンが130キロカロリーで、チーズトッポギは362カロリー。サイズどんなもんなの？もうめっちゃパンパン。え？私は失敗したの。トッポギって餅みたいな。お腹に溜まる。うわ、すごい。やっちゃったと思った。けどまだいける。よし、10円パンを食べました。おぉ、もう。10円パン。300キロカロリー。いや、でもまだまだ終わらない。おぉ、すごい、すごい、すごい。トゥンカロン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 。2個で388。マジ？だからちょっとこれはやばい。もしかしたら負けるかもしれないと思って、ちょっとコンビニに駆け込んでね、飲むヨーグルトを。なんでこれ。そこで胃をケアしないでもらって。それで129カロリー。なんか一個一個しょぼいね。合計1309カロリー。あー、ねえ、まだわかんないよ。まだわかんない。私が食べたのはそぼろ弁当、そしてコーラ2リットル2リットル飲んだの。それとちっちゃいシュークリーム14個入りのやつ買って、その後にケンタッキー行ってツイスターチキンフィレを、あとオリジナルチキン買って、それで草むらにブルーシート広げて食べたの。30分で駆け込んで、でガストに走り込んだわけ。それでチキングリル食べた。それでですね、3021カロリーでした。うわー、あ、そうやん。ありがとうございます。すごい。ガチ1時間だよね。ガチ1時間。いや、気まずいのは自分より倍以上。気まずい。はい、ということで、もう一回改めて言います。ソルトが3021キロカロリー。一人だけ来た、来た。やばいね。違うね。3000に考えるだけ1位。すごい。やったー。ありがとうございます。で、2位がひーちゃんか。2595。うん。わー、すごい。ダンナンパック優勝でした。ダンナンパックが優勝でした。さすがですね。で、
3位がまあ、はるかでーす。はーい、ちょっと2世しましたね。すごい、3位が2世行ってるんで。すいませんね。なんか2世行ってるからごめんね、なんか。で、次4位。1921。でも惜しかったよね。惜しい。惜しかったね。惜しくもない人いるからね。確かに。5位。何位？1309カロリー。でも頑張ってるよね、量的には。量的にはすごい。量的にはやるから。カロリーだけ聞いたら1回の食事みたいな、ね、カロリーが多分低かったんだろうね。韓国料理すごいんだね。すごい、すごい。ちなみに皆さん知ってる？1日に成人女性が取っていいカロリーって1200ぐらいだからね。全員終わったら本当だ、全員超えてる。全員超えてるからね。しかもそれ1回の1時間だよ。え、そうだよ。もう明日からダイエットしましょう。頑張ります。頑張ります。はい、ということで本日は1時間以内に一番多くカロリー摂取した人が勝ちゲームしました。イエーイ。今回はまあちょっと1位だったんですけど、そう、いやまたリベンジとかもしたい。確かにしたい。それまでにははるかもいいのキャンプとか起きてなくて、はるかには忘れてしやん。はい、ということで本日お越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。また明日の動画も見てください。バイバーイ。